ちは、シエルです。今日は私のお仕事の模様をお届けしたいと思います。今日は今から YouTube の撮影があって、でその後編集をして、で夕方からマジックショーのお仕事が入っているんですが、今日は司法書士さんの集まりでステージマジックを行う予定です。ちなみに今日の夜の、お仕事現場は、もう5年ぐらい前に1回呼んでくださってるお客様からのご依頼で、リピートのお客様ですね。なので久しぶりに会うのも楽しみですし、ちょっとねパワーアップしたショーをお届けできたらいいなと思っています。はい、動画撮影して編集して今からマジックのお仕事に行ってきます。今夕方の4時40分です。行ってきます。マジックショーの会場の現場入りしました。6時に到着して、マジックショーは7時半からです。準備をします。今日は20分ステージなんですけど、演目的にはマジックは用意していて、で多分実際披露するのは5個ぐらいかな。で私の場合はステージに立ってからお客さんの雰囲気で演目は決めたいタイプなので、大体の流れ頭の中で組み立ててるんですけど、実際はもうステージ上がってからどんなマジックをするか決めたいと思います。はい、マジックショーの準備が完了しました。あとは本番を待つのみです。今日はこの会場が音楽が使えないということなので、サイレントマジック、音楽に合わせたマジックはなしで、トークマジックのみのステージマジックショー20分という形になります。マイクはあるので全然問題はありません。今日も楽しくマジックしていきたいなと思います。久しぶりに会うお客様なので楽しみですね。マジックショーが終わりました。皆さんありがとうございます。はい、お家に帰ってきました。今11時半ぐらいなんですけど、今からこの動画を編集して、何時に出せるかな、動画夜中かな、夜中にアップする感じです。はい、で今日ね現場でお土産をいただきました。美味しそうなチョコレートです。ありがとうございます。嬉しいですね。で今日さ帰ってきて、このお土産を机に置いといたら、 P さんが「開けていい開けていい」とか言って、子供みたいに興奮してるから「いいよ」って言ったら、一つずつ全種類味食べたいって言って、一種類ずつ開けて一口かじって、全部その何残りがこの机にわーって置いてありました。減量中だからね、全部食べれないっていうことなんでしょうけど、そんな感じでした。で今日のマジックショーなんですが、5、6年ぶりかなと思ったら、なんと7年ぶりに呼んでいただいたということで、7年前何してたのかな自分みたいな感じでちょっと思い出したりとかしてたんですけども、長年応援してもらえて嬉しいなという感謝の気持ちでいっぱいになりました。で私のマジックショーはお客様参加型のマジックが多いんですけど、マジック教室みたいな感じで、2つのマジックをこのレクチャーありで今日もやったんですけど、1つは全員参加型でやるマジックと、あともう1つは代表で今日4人かな、4人のお客さんと一緒にやって、そのままマジック動画プレゼントみたいな感じで行ったんですけど、やっぱこういうマジックがあると、マジックショーが終わった後も皆さんで、マジックをそのままね夢中になってやってくれたりとか、私が控え室とか戻った後も結構マジックのね会話で盛り上がってくれるんですよ。マジックを話題にしてくれたりするのはすごく嬉しいなと。今日はね本当に最後の最後まで皆さんが参加してくれたので、とっても良かったなと思います。はい、そんな感じで、今日のお仕事が終わりました。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。この後に、編集終わったらちょっとフラリッシュの練習をして寝たいと思います。また明日も動画見てください。